今日はね、茅ヶ崎海岸でね、海開き前に、撮影してるんですけどね。最近はね、ブログ書いたりね、する方多いんですけど、私をおすすめするのはやっぱり動画ですね。で事務所とかでね、ウェブカメラで動画で簡単って言うけどね、そうじゃないですよね、やっぱね。いろんなとこ出て現場で撮影する。で私、ソフトウェアの会社なんで、どうしても事務所ばかりになっちゃうんですけど、皆様におすすめするのはやっぱりこう現場でね、そのライブ感で撮影する、部屋の中で撮影してもしょうがないです。ブログばっか書いてる暇あったら、動画でこう顔出ししてね、自分たちのありさまを正直に見せる、それが一番お客様にね、共感得られるんじゃないかななんて思うわけですよ。で7月2日からね、ここで茅ヶ崎も海開きということで、これから夏ですけど、2016年後半も、頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まとめますと、ブログやる暇あったら動画やりましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。